ルカによる聖福音。その時イエスは弟子たちに言われた。私が来たのは地上に火を通ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私は受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今から後、一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と、対立して別れる。兄弟たちよ、すごいね、今日の言葉はね。本当にすごいです。私たちは、キリスト教について、教会について、ものすごく感情的な考えを持っています。教会はね、こういうイメージを持っているね、私たちの中には。みんな、なんか親切、みんな、なんか仲良くとかね。私がね、いつもね、歩くときには、小学校とかね、幼稚園とかにね、特に小学校のね、いつもスローガンが、その、門番にね、あります。みんなで、笑顔。あるいは、みんな仲良く。とかね。そういうスローガン、小学校ではね、みんな協力するためには、みんな、なんか仲良くになるように、みんなね、笑顔で、その笑顔で、いろんな問題が解決すると思う。私がね、正直に言えば、子供たちがかわいそう。本当に、このね、考えがあると、この、教育が、を受け入れると、やっぱりね、かわいそう。どうして？笑顔で、なんともならない。笑顔で、和睦することはできない。笑顔で、相手を愛することができない。相手は難しい。それは子供たちさえもわかります。子供の時から私たちがそういう経験があります。だから、今日の福音は素晴らしいです、兄弟たちよ。真実、正直にキリストがいつも語ってくださる。イエス・キリストは感情的とか、腹で話すのではなく、キリストは真実を持って語る。私たちを照らす方です。私たちは愛しているから、私たちを照らす真理の言葉を語る。きつい言葉を私たちに述べ伝えます。あなたは何を持っていますか？キリストがこの世に来られたのは、あなたの家族に来られたのは、人間的な平和をもたらすためですか？漢字としてもね、日本の漢字、あるいは、まあ中国その漢字としてもね、この平和は、キリストがもたらした平和と全く違う。大来。そのなんか、生ぬるいの漢字でしょ？もちろん生ぬるいの、意味を表さないけど、その生ぬるいの、精神、その不人気をもたらすためにキリストが来られた、問題のない、違います。イエス・キリストが平和をもたらしたのは復活の夜。死に入って、十字架に貼り付けられ、葬られ、黄泉に下り、復活して、平和をもたらす。だからこの過ぎ越し、この苦しみ、非常に大切。兄弟たちよ。平和の価値は、イエス・キリストの死です。イエス・キリストは、あなたと私に本当の平和をもたらして与えるためには、
命をかけなければならなかった。命を捨てなければならなかったです。わかる？だから、彼が来ると、分裂が現れます。この言葉についてね、このイエス・キリストの言葉について、長い話が必要である。けど、今ここの場でしません。けど、教会の中では、聖霊の賜物、そのカリスマ、例えば、バティカン国会議の後のいろんな運動とか、そして共同体とかが、諸教区など、教区に現れると、もう爆発するぐらい、爆弾みたいな感じ。当たり前。もう生ぬるい、その、いつもの通り、問題のない、そういう人間的な平和を壊すものです。聖霊がいつも私たちのその、なんか生ぬるいの状態を壊す、使命をもたらす、持ってます。聖霊が火です。今日の火。キリストが話している火は、聖霊の火。だから、聖霊によってキリストは、その洗礼を受けなければならない。諸教区、家族、教区、いろんな状態に彼が洗礼を受けます。沈められます。聖霊に導かれて、この火に、燃えられて入ります。そして全てのところには、この火を、閉ずる。あなたと私が、私たちが、この日は嫌いです。私たちが本当に嫌い。でもこの日は必要です。私たちが救われるために、私たちがこの日を、ね、見ないと、この日は、この聖霊の日、この愛の日が私とあなた、その状態に届かない限り、あなたと私が救われない。いつもの通り続けてしまう。あの裁きは、あなたの、心の中には、もう根を下ろしたね。もう、あなたが、その人を見るだけで、裁く。多分、あなたのすごくそばにいる。ものすごく近くにいる。その兄弟を裁く。自動的に裁く。もうあなたと同じような、なんか、あなたは裁きとなる。わかる？その裁きはあなたのものとなってしまう。それにどれほど縛られているか。その裁きにどれほどあなたが縛られているか。その日、あなたを爆発させる、その爆弾が、くだらないと。キリストがあなたのところには沈められないと入らない限り、火通して。入らない限り、あなたは救われない。まだまだ主人、奥さんを裁く。まだまだ子供を責める。などなど、その罪に奴隷される。そのまま続けられます。が、キリストがあなたを愛しているから、イエス、私が来たのは地上に火をとろずるため。とろずる。すごいよ。だから、その火がすでに燃えていたらと、どんなに願っていることか。このクリストが、心の中、そのクリストの魂には、あなたに対して熱意が燃えています。もう高い温度の火が燃えています。あなたをそのまま愛しているから、あなたを救うために、あなたを解放するために、すべてをめちゃくちゃにしなければならない。この母は娘と父は息子となど、その主頭目は、嫁は姑と、その、どういう意味ですか？どうして対立する？その対立はすでにある、兄弟たちよ。しかし、
偽善者であるから、私たちが偽善者であるから、それを隠す。ないような感じがする。生ぬるいの状態。キリストは聞いたのは、この嘘、この見せ物の平和を壊すため。火を通して、その愛、本当の愛、真実の愛、光の愛、次越しの光の愛をもたらすことによって、主と目は嫁を裁いているということをわきまえます。わかる。主と目は、すみません。嫁は主と目を受け入れられないことをわかる。だから対立。その対立は爆発する。けど、その対立は、爆発、爆発するのは、大切です。光に現れるものは全てが光となる。暗闇の中に残るものは、残る関係は臭くなる。朽ちる。わかりますか？そして、そこを出られない。だから、怖くないで。恐れるな。恐れるな、兄弟たちよ。キリストが愛を持って、あなたの家族にはめちゃくちゃをもたらすために今日も来られます。真理のうちに生きるように、本当の愛があなたの家族、あなたの共同体の中には現れるようにキリストが来られます。キリストによってあなたが真理を語る。真理、なんか光に出ることができます。光までキリストがあなたを導きます。そして、その光の中には、その対立が明らかになると、その裁き、その恨み、その偏見など、すべてが現れると、その分裂、すでにある分裂、諸局にはすでにある分裂。ある司祭は、その新しい、賜物、なんか共同体とか運動など、あるいは新しい人を受け入れないのは、すでに心にある、聖霊の賜物であるということを認めない、あなたと私と同じように、兄弟がクリストのもの、クリストの姿をもたらしているものであるということを認めないから、対立する。あの、性格でクリストが関係ないでしょうと思って、相手を軽蔑する、受けられない。すでにある。心にすでにある。だけどクリストが来られると、すべてが明らかになる。そしてその光のうちに、クリストが働く。クリストが癒す。クリストの許しが一人一人に届きます。そして、その許しによって、許されることによって、愛されることによって、慈しまれることによって、新しいものを通して、生まれ変わっていることによって、本当の平和を相手にもたらすことができます。和睦することができます。愛する。愛する。だから、これは、教会の中だけで、起こられる奇跡です。社会ではありえない。キリストが教会、共同体の中に、存在しているから、力を持って復活された者を通して、処理者通して、いつも来ますから、その私たちの状態まで、その一番深いのところまで、洗礼を受け、沈められるから、そちらに彼の命をもたらして私たちを復活させるから、秘跡によって、御言葉によって、兄弟によって、信って、私たちが新しいものとして生まれると、その対立から愛を、愛まで移されます。復活、過ぎ越すことができます。良い日を。